代償を払ってもらおう。这地形就是贝勒德的地图，要么就是贝勒德用它的图。什么鬼？开始回忆了吗？呀，待たせてごめんな。库洛斯。モミジがとても綺麗でさ。このモミジを見ていたら、メイプルワールドを初めて冒険した頃を思い出す。あの時のときめき、今でも忘れられないんだ、セラナ。セラナ、もうすぐ俺たちは厳しい戦いに挑むことになる。魔性エネルギー、そのエネルギーを制御できなかったら、メープルワールドを守りきることはできない。違う、セラナ。誰かがやるべきことなら、それは俺がやらなければいけないことさ。俺は魔性エネルギーからメープルワールドを必ず守り抜く。セラナ。セラナ。俺の心もあなたと同じだ。永遠に一緒にいよう、二人で。ああ、俺の名前から取って名付けてみた。これからは十字旅団と呼ぶぞ。実は。リヒターが名付けた名前だけどな。あの人、結構有能な人をたくさん集めてきてくれたんだ。俺らを講演してくれる裕福な人々も含めてな。ああ、もちろん。子供のためにもそうしないと。絶対にこのモミジを見せてあげたいんだ。
この構造物の原理をもう一度説明してくれないか、副官。ごめんごめん、プロセルフィン。マスターモンスターとは、人為的に魔性が注入された魔性封印用モンスターのこと。より影響力のある魔性に引き寄せられようとする魔性エネルギーの特徴を利用した封印方法だ。これで魔性エネルギーを完璧に制御できる。対象となったモンスターには申し訳ないが、メープルワールドのために犠牲になってくれ。モンスターも一つの生命体だ。お互いが譲り合って共存できれば、それが最善の方法だろう。魔性、人々の欲望と堕落した心が作り出した黒いエネルギー。この俺でも欲がないとは言えないから、魔性は限りなく作られるだろう。とは言っても、平和のための欲望と子供が欲しい欲望は魔性が除外してくれるといいな。ところでプロセルフィン、この構造物の名前は何にすればいいんだ？マスターモンスターゲート、いい名前だな。よし、プロセルフィン、マスターモンスターゲートは活性化された後でも極秘事項になる。魔性が蓄積される空間である以上、悪用されることは必ず防ぎたい。報告書は目を通した、副官。ではこれから報告されない内容を伝えてもらおう。それでマスターモンスターゲートを暴走させたのか。魔性エネルギーの制御が目の前だったのに。リヒター、お前を信じてマスターモンスターゲートを任せたのに、そんな俺の過ちになると。その話は後でしよう。もう下がっていいぞ。間違った話ではないだろう。セロナ、永遠に一緒にいると言ったのに、約束を守れなくて進まない。平和のために作った十字路弾がどうしてここまで堕落してしまったんだ。セロ、少しだけ待ってくれ。全てを終わらせて君と。
気のせいか。と言ったが、リヒターが送ったのか。その汚れた口でセラナの名前を言うな。この卑怯な奴め、子供にだけは手を出すな。このだけは。プロセルフィだろう。記憶の媒体としての役割も果たせるんだね。さあどうだ、俺の記憶をたどってみた感想は。たわけたこと言うな。組織の中心が腐り果てているのに、その手下がまともなはずがない。俺は魔性の支配者となった。それで本能的にわかる。リヒターも最初はとても心が綺麗なやつだった。そんなにして我が家族にやったことをはっきりと見たんじゃないのか。公園という名目で自分たちの利益ばかり追い求めるばかりで、死のゲームを繰り広げたゲレクトのことをもう忘れたのか。結局みんな魔性に染められてしまう。早いか遅いかだけの違いだ。そういうことなら俺はいっそ世界を魔性に彩り、俺の支配下に置くことにした。旅団員、光なき世界では闇は闇ではなくなる。俺が闇の平和を叶えてやる。しかしその前に、まず俺の最後の肉親に会わなければ。聞いていないのか、あの日ゲレクトが最後に言った言葉を。レティア、お前の父は我が家族をバラバラにしたのだが、お前は我が家族を引き合わせてくれたな。私は父とは違います。
それでは忠誠心あふれる部下には褒美を与えるべきだろう。プロセル君、レティアにご褒美をあげよう。子孫よ、まさか俺が本当にお前と手を組んだと勘違いしたのではあるまいな。クロス様、私は後援団とは何の関係もありません。ないだと？そんなことない。ゲレクトの娘という事実、それは変わらない呪いだ。しかしクロス様、私はクロス様の言われた通り、巨弾を陥落させて、クローンを…ははは。俺は確かにお前に力を与え復讐を完成することに協力した。お前もお前のやりたいことをやって、父のように十分遊んだのではないか。十分遊んだだろう。我々の利害関係はこれで全て清算された。さて、俺は今からお前から得た後援団と旅団幹部の情報で血の復讐を開始する。そして真の黒い平和を築いていくつもりだ。その最初のターゲットはお前だ、レティア。汚れたボレーで邪魔だ。さあ、腐り果てた我が旅団員たちを素直に魔性を受け入れ、共に本当の敵と戦おう。黙れ。わかるというのだ。くだらん魔性に縛られているくせに、どうやって俺を倒すというんだ。偽物でもいい。こうやって見て話すだけでも嬉しい。セラナ、俺はただお
鉱石が全て破壊されている。お前が抱いた純粋な心が深く侵食していた俺の中の魔性エネルギーを全て浄化してくれた。感謝する。お前のおかげで正気を取り戻したこともセラナにまた会えたことも。しかし俺は魔性を使ってギリギリのところで命をつないでいる魔性生命体。魔性が浄化された以上俺はもうダメだ。いや、誰かが責任を負うとしたらそれは俺の役割となるだろう。ソフィア、俺の娘が世話になっているようだな。今まで通り実の姉のように面倒を見てくれ。マイア、お前の指揮力はすでに俺を超えている。旅団の再建を頼みたい。できるか。そしてシェリル、今まで一緒に過ごせなくて申し訳ない。もっとたくさんの思い出を作ってあげたかった。お父さん。プロセルフィ、今までこんな愚かな長官でも補佐してくれて感謝する。最後の頼みだが旅団の力になってくれないか。そう、本当にいい子だ。よし、これでいいだろう。俺は今から残りの力を尽くして魔性石を封印し、お前らを安全な地域へ送る。生き残れると期待なんかしないぞ。だからよく聞け。俺の意志を、十字旅団の意志を受け継ぐ覚悟はできたか。そう、セラナが信じたお前を俺も信じる。这居然是大乱斗了 BGM。
这个场面是模仿那个什么，模仿战国职业那个场面。我也不知道是他模仿战国的职业，还是战国职业在模仿他这个场面。这第二章完全就是跳跳任务，第三章的剧情比较多一点。第一章就是纯粹的打怪。